今日も気合い入れていっか。うん、行こうぜ。はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？アルホーン。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに。奴はだいぶ気性が荒そうだ。そう、なんかぼんやりしてない。ああ来るぞ。うわ。やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ。さあ、ここからだぜ。了解だ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。工場まで戻っておいで。分かった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。
前を見ろ。悪かったって。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまで。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わっ。なんだ？なんだ？でっか！あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。だるいな。そうだな。飯食いに行くか。うん、行こう。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。
ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。お？回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。準備はできているか？あ、ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。ああ、好きに行けばいいだろう。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあその時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから車はそのままでいいよ。お、アンドラ。